はい、あきちゃんです。今日はですね、イケメン俳優の、成宮弘樹さんについて語っていきます。成宮弘樹さんに彼女はいる？結婚はしてる？っていうことについて調べてみたいと思うんですけど、今現在ですね、もう30歳以上になってますので、まあ、大人の魅力をね、感じさせる年齢に突入している成宮さんなんですけど、まあ、そろそろね、熱愛とか結婚の噂があってもいい時期だと思いますので、まあ、今までのね、成宮さんの恋愛についての噂も調べてみました。過去ですね、成宮さんと噂になったお相手がですね、木村カエラさん、あと山田優さん、前田敦子さんのお名前が上がっています。で、木村カエラさんについては、まあ、2人で一緒に撮ったプリクラが、まあ、流通したためにですね、まあ、噂ではなく実際に付き合っているんではないかって言われてるんですけど、まあ、これはですね、実際にはその雑誌の企画だったみたいです。だからまあ実際には付き合ってはないみたいですね。で、山田優さんについては、以前映画「秋葉原ディープ」で共演してますけど、まあ、その時にですね、2人がとてももう仲良さげだったためにですね、まあ、交際しているんじゃないかなっていう噂につながりました。まあ、ここもね、ちょっと調べてみたいんですけど、あとね、前田敦子さんは映画黒百合団地で共演していて、その映画のプロモーション時に成宮さんが、まあ、前田さんをですね、エスコートする姿が、まあ、かっこよすぎるとですね、まあ、周囲がただならぬ気配を感じて、まあ、2人が交際してるんではっていう噂につながったようですね。はい。で、木村カエラさん、あと山田優さんは、まあ、共にね、もうすでに別の方と結婚しておりますし、まあ、今ではね、お子さんもいるお母さんになっておりますね。前田敦子さんについてもですね、別の方との熱愛が発覚しているので、まあ、交際に発展することにはなかったようです。はい。で、成宮さんのですね、現在の恋愛事情がどうなっているのかっていうのも気になるところなんですけど、最近はですね、一般人の女性とお付き合いされているんではないかって言われてます。っていうのもですね、ディズニーシーで成宮さんが女性とデートする姿が目撃されていまして、まあ、写真撮られるアトラクションにも堂々と2人で乗ってるっていう目撃情報から、周囲にね、交際が発覚しても構わないんじゃないかっていうね、まあその、まあ成宮さんの態度からですね、まあそろそろ結婚もあり得るんではっていうふうにですね、噂されています。で、気になるですね、お相手の女性なんですけど、まあ一般人のためにですね、詳細っていうのは明らかになっていませんが、ネット上ではですね、一緒にいた女性が、まあ、お金持ちのお嬢さん風っていうことと、あと韓国での目撃情報も出ているっていうためにですね、まあ、在日韓国人ではないかっていう噂も生じています。まあ、年齢的にはね、そろそろ結婚してもおかしくないと思いますので、まあ、家族のためにずっとね、頑張ってきた成宮さんには幸せになってほしいなと思いますね。はい。以上ですね、成宮さんについての恋愛事情について、語ってみました。はい。それじゃあまたねー。